ちは。こんにちは。チームプラオレです。相良真由です。青山佳乃です。はい、ということで始まりましたけれども、はい、今日はなんとね、今日はなんとあのビッグなゲストが来られておりますよ。はい、もう真由ちの表情筋がすごくすごいワクワクしますね。やばい、だからかなんかずっと多分左を見れないからかめっちゃ目合うんですよ今日。なんかちょっと横ばっか見ちゃってるのに、うちもいつもから見てよということで、美容師から高瀬くるみちゃんが来てくれました。はい、今回、プライドオブオレンジプラオレで、藤代もなちゃん役を務めさせていただくことになりました。栃木県出身、高瀬くるみです。よろしくお願いします。お願いします。来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。生きててありがとう。YouTube めっちゃ見てて、本当ですか。はい、あの見てて楽しそうだな、行けたらいいなってちょっと思ってたら呼んでいただけたのですごく嬉しいです。いや、それは嬉しいです。我々もね、まさかその新キャスト発表の時に誰があのキャスティングされてるかとかって教えてもらえてなくて、だから普通にあの Twitter とか発表 の、 あのスライドで、はい、カスクまさか私もね、あ、そういう名前、同じ同姓同名の声優さんがいるのかな、なんだって思ってたからね。そうそうそう、まさかね、こうやってね、同じ場に今いる。そうですよ、すごいな。そうですね、びっくりした。アフレコで会えたらいいなとか若干思ってましたけど、まさかこんなにちゃんとね、お会いできてるか、お話できると思ってなかったので、ありがとうございます。いいんですよ、思いの時本当声優やっててよかった。10年くらい、もう中学生ぐらいからキュートとかがすごい、モーニングとかキュートとかが大好きで、まあ、ハロプロのオーディションも一時期ちょっと受けたりしたりしてたくらい好きで、くるみんもあの入って研修生入られた時にめちゃくちゃすごい子が入ったなーって思ったら、すごいもうデビューされて、おーと思ってます。なんかメシアで語ってる時と同じ。本当にストイックなんですよ。いやいやいや、本当に歌もダンスも演技も本当にストイックにされてて、すごいあの体温上がってきて熱くなってきちゃった。めちゃくちゃ大好きです。そうなんですよ、大好きなんですよ。でだから声のお仕事にすごく興味があって、うん、憧れてて声優さんっていうお仕事に、うんうん、それで今回初挑戦させていただけるのが本当に嬉しいので、もう先輩方からたくさん吸収させていただこうかなと。自力で言ったら大先輩。何を言ってるんですか。ね、私声優としてね、なんかこうでも教えられることが頑張ります。頑張りましょう。頑張ります。頑張ります。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回はあのせっかくくるみんが来てくれたということで、私たち栃木の名産をちょっといろいろと持ってきたので、ぜひぜひそれをちょっと食べたり見ながらして。私の膝が悪かった、これ全部私の膝が悪い。食べたりね、ちょっとあのそういうの見ながらお話いっぱいできたらなと思います、はい、ではでは始めましょう。はい、ということでこちらには栃木の名産が並んでます。すごい、ありがとう。結構知ってるものが多いですか、やっぱり。いや、全部知ってる。すごい、はい、さすが栃木。すごい。でもしかも大使みたいなされてますね。あ、そうです。そうですよね。市のそうですよね。大使もやらせていただきました。詳しいですよ、ね、これは。いろいろ食べながら飲みながら、はい、いっぱいお話ししていきたいと思います。イエーイ。ちょっと一個最初から気になってるんだけど、はい、これね、これ何なんですか。レモン牛乳っていうレモン風味の牛乳なんですけど、うん、でもレモンの果汁は全く入ってない。牛乳にレモンの果汁入れちゃうと固まっちゃうので、あ、はい、レモン風味の飲み物を。それではいただきます。エアドロップ。ブルートゥースって言うんですかね。ブルートゥースなんですか。Wi-Fi じゃないの。Wi-Fi。わかんない。どうですか。あ、レモン。あ、でもレモンかも。でもレモン入ってない。入ってないです。子供の頃とかやっぱおやつとかで飲んだりとかみたいな、はい、よく飲んでましたし、大人になって最近あの東京とかでもコンビニで普通に売られてたりするので、コンビニに、はい、それ見つけると
なんか懐かしくて買っちゃう、へそんな感じです。これでも確かに普通にちょっと見つけたら、うん、買っちゃうかも。サイズもちょうどいいし、うん、やっぱ栃木は美味しいものいっぱいあるんですか？はい、多いです、結構、ね、すごかったよ、すごい伝えたいって感じがね、かわいいです。それこそ宇都宮とか餃子とかですね。はい、餃子も有名ですし、大人の方向けですけど、うん、一時期カクテルの街って言って売り出してたことも。カクテルの街、はい、そうなんですよ、バーがあってとか。カクテル、はい、昼間ね、栃木しか行ったことないから、うん、私たちも一回ちょっとこうか、アイスホッケーを日光に見に行った時に、帰りに宇都宮餃子を食べに行って、めっちゃ美味しかったですよね。いろんな種類ありますよね、はい、うん、人によっても食べ方違かったり、食べ方もう本当宇都宮餃子っていうそれだけがあるのかと思うんですけど、うんうんうん、こんなにも店舗によってなんか食べ方とか焼き方とかなんか全部違って、うん、っ制覇したくない。ぜひ。なんかその時に私確かに日光ラスク、はい、なんか食べたような、いただいた記憶がだよ、ね、ある。いちごチョコって書いてある。うわすごい。そうですよ、栃木といえばとちおとめ。はい、いちごはやっぱり好きです。大好きです。そうよな、やっぱり子どもの頃から食べて育つんですか、いちごは。はい、シーズンになると箱が2箱とか全然普通にお家にあって、箱で、はい、あれ、いちごって普遍的に家にある4パック入っている箱が2箱とか、普通にありました。すごい量。いちご好きにはたまらんな。毎日のようにいちご食べてます。うわあ、私見て、いちごの匂いがする。私、あ、そうだ、申し上げづらいんですけど、いちごそうだった。プラオレで絶対さ、いちごめちゃめちゃ食べる機会あるじゃん。克服したいなって思ってるんだよね。そう、ありがとうございます。いただきます。じゃあ、ジャッキーいこうかな。ジャッキー、シュガーもあるよ、シュガー。あ、ほんまや、シュガー食べるじゃん。ジャッキー、ジャッキー、いただきます。マス鶏、ナス。はい、ナス。ほんとだ、栃木、ナス。桃鉄で行くわ、ナスよく。桃鉄でよくナス行くわ。いちごチョコ美味しい。鶏のジャーキーって珍しい気がする。うん、珍しい。うん、うめぇ。上品ないちごの味が。うん、これにレモンビュール飲む。どうしたの？めっちゃ笑われてるよ。ここ本当に私に対して笑われてるんですか？面白いな。笑顔ゲットしたよ。嬉しい。お前ら見てるクルミンの笑顔、俺がゲットしたから。しかも今更だけど、私普通にクルミンって呼んじゃってるから。あ、全然すいません、なんか全然呼んでください。嬉しくて呼んでくれて。あ、私も毎日って普通に呼んでもらって嬉しいです。すごい、私も嬉しかった。なんか友達が認知されたってこれが嬉しいんだ。認知ってすごいよ。私のことはこのゴミカスとか。ちょっとそれはカスやろうみたいな。めっちゃアイドルに暴言吐かれたちょっとよくなるよ。うわーやばくない？すごい。あの、そうなんだ。なかなかこんな扱い受けたことない。すいません。子供とかってあるんですか？でも多少結構あるかなって感じです、ね。おじいちゃんおばあちゃんとかはよく使ってるイメージ。なんとかだべとか、なんとかだってみたいな。かわいい。なんかでも自分自身はあんまりかわいいと思ったことがなかったから、それこそあの関西弁とかをすごい憧れ持ってました。京都。京都なんです。なりなりしてます。おしやすとかまあそんなのほんま正直は言えへんけど、なんかこうでも。なんちゃら明日春んとか。明日春、春って確かに京都の人。そう、そういうのはよく使うかな。難しいな。難しいな。かわいい。難しいな。なんかあの普段京都弁はあんまも使わへんくなるしみたいな。ちょっとこうはんなりしてる感じ。なんか変わるね、さっきの。うれ、嬉しい。人とちょっと同一人物と思えへんわ。あと違うでしょ。私は熊本だから。熊本もでもそんななんかイントネーションの変わりって実はなくて、え、結構違くない？それこそ私ヨッピーと別のちょっとアニメ作品でなんか熊本弁を喋る女の子2人で演じたことがあるんですけど、教えてもらったけどすごい難しかった。なんか全然イントネーションが合わなくて、なんか思ってたイントネーションと違うことがよくあって、例えば日光ラスク
クじゃん、多分日光ラスク、はい、熊本弁だと日光ラスク、そう、あ、そう、変にちょっと上がるの、飛び上がりなんですね。あと語尾にバイとかがつくのが結構有名かな、んとかバイとか、なんとかかいとか、なんとかなのとかはなんとかとーって、あ、かわいい、方言はかわいいって言われることが多いっていうことを上京してさ、確かになんかここぞという時になまるようにしてる、東京来てからね、すごいやっぱ方言言われるから、ね、あるある、なんかでもあんまりじゃあくるみは出たりはしない、はい、そうですね、出さないように、なんかちっちゃい頃からあの舞台とかやってたので、そっか、あの直してもらってました。あ、それは素晴らしい、いえいえ、でも逆に今になって、あの活動していく中で方言ないのとかやっぱり聞かれることが多いから、ちょっとぐらい残しとけばよかったなって思うことは、確かに言われた時に出ないと、私やっぱ方言喋れますとはならないから難しいですね、そうなんですよ、仕事ってなると確かに、はい、もう一回、じゃあ今からちょっと習おうかな、じいちゃんおばあちゃんもっとおすすめしたい栃木のこれみたいなのってありますか？でもあの日光の食べ歩きしてた時に、うん、あの揚げ湯葉まんじゅう食べてたじゃないですか、あれめちゃめちゃ私もおすすめで、あ、そうなんです、絶対食べてほしいって思ってたら食べてくださってたから食べてないんですけどアゲーバマジ本当にちょっと塩がかかってますね、そうなんです、またそれがなんか甘じょっぱい感じでめちゃくちゃ、次寄って行った時はアゲーユバマンジュですか、美味しかった、もう聞いただけでよだれ出るすごい、日光のビシャモンっていう、あのレストランの焼きうどん、焼きうどん、私含めか私の家族が大好きで、平らなうどん、平麺っていうんですかね、はい、使ってて、でちょっとバター醤油っぽい味わいになってる、美味しいじゃん、そうなんだ、もう私たち家族の中では日光といったらもう1、2を争うぐらいのジャモンの焼きうどん、はい、ぜひあの皆さんにも食べていただけたらな、お願いしますね、次に日光に行った時は絶対そこ行きましょう、鬼怒川の近くに足湯がいっぱいあって、足湯巡りとかもしていただきたいなって、なんかあの日光の食べ歩きロケを見ながら密かに思ってました。足湯行きましょう。行きましょう。くるみも一緒にいいんですか？もちろん。いや逆に本当にもうお願いします。いやくるみ合わせで。いやスケジュールも。いやもう間に合ったらこじ開けるんだよ、いやくるみんが小鍵開いてるんだぞ私も開けるわねそれはちょっと申し訳ない、ね、本当ね、せっかくならねやっぱ詳しい人と言ったら、なんか私たちは気づかないところとかも気づけそうですし、確かに私たちはもう歩いて食べてひたすらあの日は食べてたでも楽しそうだな、楽しかったです、なんかあんなにこう通りにいろんなお店があるとは知らなかったので、なんか本当に食べ歩き単体でもなんか楽しめたので、はい、あと私も日光東照宮とか、ああ東照宮、そう行ったことない、私そう実は行ったことなくて、なんかでも新しくなったみたいな、そうです、なんか改装、そうですよね、コースみたいなのされてる、そうなんだ、はい、行ってみたいなってこれからもっとね栃木のことね、そうだね、プラオレを通して、はい、そうだね、私たちさっきはハロワニソン部の方にはいお邪魔させていただきまして、はい、ありがとうございました。いやそれこそ本当に生駒春菜ちゃんこと春菜がね、めちゃくちゃうまく回してくださってねえ、すごい、私たち緊張してガチガチな状況なんかね、びっくり、なんかあっとりして見えますよねって言われた時、あ、そういうのかと思って私もロッピーがあって、と思って、なんか猫飼うの上手くなっちゃったなっていっぱい喋ってくれるし、春菜も回してくれるし、あいつもうすごくない、なんかもう完璧な回答で素晴らしい、もう素敵だ、心の中はもう、ドキドキのドキドキですよ、とても、ここにその動画がここに今載ってる概要欄、概要欄に載ってるとのことなので、ぜひぜひ概要欄の方の動画も見てみてください、そしたらより一層こちらの動画がね、そうです、見応えあるもの、本当の2人ってこんな感じなんだっていうあの向こうの方が初対面の時のやつなので、そうだいぶ今砕けてきた気がします、はい、ということで
今日本日は、くるみんこと高瀬くるみちゃんをお迎えしまして、はい、いろいろこう栃木の名産だったりそして栃木のこともたくさん聞けました。はい、この動画がいいと思ってくださった方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。あ、これ言っといてもらう、この番組の最後のやつがありますので、はい、私できるんですか？そう本当にやってもいいです。お願いしてもいいですか？はい、あのじゃあ私が心の絆でって言ったらあのパックをつなげって知ってくれてるんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。最後はバイバイって感じで、はい、じゃあよろしくお願いします。それではいきますよ、心の絆でパックを